そうかフワッチはああでもな配信サイト今まあ携帯サイトは今熱いんだろ17とかポコとかあの長いあるんだろまあニコ生とかキャスとかまああ 別物だからなのイメージなんだよ俺携帯サイトっていうイメージじゃないからねキャストはうんまあまあもちろん携帯でもできるんだけど うーんでもポコちゃんとかあともう一個あったろなんだっけ変な名前のやつうん芸能人がやってるやつなんだっけな名前忘れちゃったよ名前忘れたっていうか俺見もしねえから分かんねえけどなうん いやミクチャじゃねえ違うえー、っとねミクチャなんてあショールームかあ、うん。そうそうショールームだよイエスマンそれそこが今一番熱いんじゃねえの芸能人多いだろう確かテレビでもよくやってるよな芸能人がショールームやってるシーンをテレビで深夜で流してるよな ここちゃはほとんど流れねえもんな、うんなうどこがバックボーンにいるのか分かんないけどそのショールームってとこは年中流れるなそうだなうんだからやっぱバックボーンがあるんだよ <laughs> メイさんコンテありがとうありがとうございます ありがとうございます知名度って名前だけはたかうなちゃんマンで名前だけは聞いたことあるとかそんな程度だよもう契約ライバーあれさあのフリーのフリーでやってる配信者と その裏で運営とつながってるあの金稼げるやつらの契約のあれがバレたんか。 のたあ俺のはね俺ほら前から昔から言ってんだよあのブチャラよ俺はさもう枠を開けた時点で俺はもうフリー素材だからどんなにいじくって編集しようが面白おかしくやろうがねあのー、それは勝手につべにあげてね いくらもいかねえ再生回数かもしんねえけど小遣いになるんだったら勝手に使えばいいんじゃねえって俺はどうでもいいよむしろ宣伝してくれてんだなって思ってるからじじい知らねえそうそう俺文句言ったことねえよなうん小太郎ててありがとう全くないんだよそういうの 俺は自分の生放送に来てくれる人のことだけ考えてやってるからうんどうぞどうぞって感じうんつべライブうーん考えてないかなだって すすあだってキャスでやれてんだから向こうにあえて行く必要ないんじゃねえのだ俺が向こうに行くメリットって何かあるさあさんコンテありがとう昔はよく YouTube から来たのって聞いてあげてましたもんね いや、だって初,初見なんか来るわけねえじゃんカルビッシュ俺オススメ規制なんだからどっから俺探してきたのかなってうん俺検索しても偽物が多いからこの放送ヒットしねえぞマジでうんあまあだから通知取ってる人はいいけど通知取ってねえやつはもう 誰だろうえい、ー、ニいじゃんみたいなましてや放送やってるかどうかはもう分かんないんじゃねえの通知取ってりゃ分かるけどな まああのー、キャスがね俺のことをあのー、まあおすすめ規制はどういう意味でし,してるのか分かんないけどまあそれでもでもこうやってね排除しないで置いといてくれてるってことはありがたいのよ。 うん、だからうん俺はうんありがたいなぁと思ってやってるよスパチャって何よツベスパチャなんだろうスパチャわ分かんねえ俺見ねえからだから。 あのそういうのさ俺ほとんど分かんない疎いんだようん爪の投げ銭あ爪にも投げ銭あんだへえー、よいよいやいじじあのね運営っておすすめ規制になった理由なんていちいちメールで送ってこねえようん聞いても答えないあのこういうインターネットサイト 配信サイトは理由づけはないうん理由は言ってこない金を投げて目立つところに表示させるチャットスパチャまあ親切じゃないよじじい うん、もちろんもちろん。じゃあや、じゃあやめてもいい結構ですよっていう感じだから。うん。俺の収益なんてよ、月によ、な、20万もいかないんだで。十何万だで。こんなコッパ配信者よ。な。 シャスがよ。大事に思うわけねえじゃんこれよ丸が1個違ったらまた別班もしんねえよ。だメそれそっから取れるんだから。 うんじゃあそこはもう繋がってたってことだろうんまあいいんじゃねえの別にそんなのはよくあることだよ全世紀どれぐらい稼いでましたかあえベースーあ,あ少なくとも俺インターネットで稼いだ金より 水商売で稼いだ金の方が莫大だからね。うん。うん。だから立川ででかい顔してたんだよ。うん。こんなん、インターネットで高々100万とか150万の収益上がったって、別にびっくりしなかったもん俺月150かと。 いや、そういうわけじゃないけど俺はさあのある時は払う持ってる時はだからバーって払っちゃうんだようんだけどない時はあのほんともうちょっと俺今きついからってなるからうんみっともねえ話だけどないい年こいてな 貯金もねえしよ家賃も滞納してるしよ